霊夢、今日の学校サボっちゃわね。あ、私東大目指してるんでパスで。は、いつからお前東大目指せるをつむ手に入れた。一日15時間勉強してない奴は学校来ないで。ダメだこいつ、おいアリス、学校だるいからサボるぞ。は、サボるなら野獣の日とかオフ会霊人の日とかにしろよ。このクソ陰夢中、人手なし、生きりオタク。どっちも夏休みとかぶってるじゃねえか。ち、どいつもこいつもノリ悪いな。まあいいや、こういう日はね、一日中机に突っ伏してればいいんですよ。そんなことしたら陰キャ陰キャって言われると思うじゃないですか。でも大丈夫なんですよ。なんたってゆっくりなんで、おいてめえら席につけ。てめえら、今日は特別授業だ。通常の時間割とは違う授業を行ってもらう。先生、特別授業って何あるんですか？よく聞いてくれたアリス。お前にはローテンプラス5万点な。は？今日の授業はだな。殺し合いをしてもらう。殺し合い。お前いたんだ。おめえらの今朝の朝食に毒薬を仕込ませてもらった。おめえらが飲み込んだ毒はあと6時間ほどで全身に回ってお前らは死ぬ。そこでお前らにはあらゆる手段を使って互いに殺し合いをしてもらい、最後に生き残った一人にだけこの解毒剤をやろう。思いっきり胃腸薬って書いてあるじゃねえか。コスト削減のため仕方なく使用済みの胃腸薬の箱に入れてるだけだ。バカなこと言ってるとお前が最初に殺されるぞ。は？6時間後、誰が生き残ってるか楽しみだな。あ、これは人口調整のために政府が決定したことだ。警察に突き出しても無駄だからな。それじゃあお前らの健闘を祈る。じゃあな。やだ、私、殺し合いなんて、そんなの、あんまりよ。安心しろアリス、俺たちは殺し合いすることなんか誰も望んでないぜ。でも、そしたら、どうすれば。簡単なことじゃないか、俺たちはいつでもみんな一緒だろ。だったら最後は殺し合いとか血生臭いことしないで、みんなで思いっきり楽しいことしようぜ。うん、そうよね、殺し合いするくらいなら最後くらいいい思い出作りましょ。お前ら、何したい？うん、ジェンガしよ。何言ってんの、ウノでしょ。パズドラしかないでしょ。うん、お腹減ったし最後の晩餐しよ。そうだな、こんな時なのになぜか腹が減ってきちゃった。2時間後。あー、いっぱい食べた。なあ、食った後に言うのもあれなんだが、さっきの飯に毒薬仕込んだやつとかいたりしないよな。大丈夫よ、もう殺し合いはしないって決めたから。自分が生き残るために他の全員を殺そうなんて誰も考えてないわよ。てかさ、お前らなんでそんな冷静なの。当たり前だろ、私はお前みたいに甘っちょろい生き方してないからな。いつだって死ぬ覚悟くらいできてたわよ。どんな生き方したらそんなになるんだよ。逆にすげえわ。てかさ、さっきから提督くんいなくね。あれ、そういえばさっきトイレ行くわって出てったっきり姿が見えないな。提督くん。だ、ダメだ。もう息してない、泣くもダメだ。どうして、提督くん、私たちより先に、行ってしまったの。そういえば、昨日、明日の朝5時からカンコレの再放送あるから絶対に産んだ。ってはしゃいでたな、朝早くから。大好きなカンコレを見ながら毒入りの朝飯を食べたんだな。かわいそうだけど、提督くんらしい最後と言えるわね。そんな、提督くん、じゃあこれから豊島園に行こうぜ。おい待て、どういうことだ、切り替え早すぎるだろ。人が一人死んでんだぞ。お前らそんなサイコパスでいいのか。最後くらい思いっきり楽しいことしようぜとか言ったのお前だろ。お前こそクラスメイト自分もろとも全員死ぬって時に青春しようぜみたいなテンションで人を諭してんじゃねえよ。クソバナナ。バナナ？マリサ、なんで私たち生まれてきたの？何悟り開こうとしてるんだよ。もしかして死ぬのが怖いのか？怖くはないよ。だけどね、もし私の来世とマリサの来世で今みたいにお互い仲良くできてなかったら、悲しいじゃん。で、ふん、東大目指すおつむがいうセリフかよそれ。いやだ。死にたくなんか。死にたくないよ。クソ教師、解毒剤よこせかす、たく、結局一番イカれてるのはあのクソ教師じゃねえか。てかなんだよ人口調整って、直球すぎるだろ。せめてなんかもっと包んだ言い方しろよ。アイスを持って。あ、はい。夕日めちゃくちゃ綺麗じゃん。夕日ってちゃんと見たことなかったな。政府は何考えてんだ。今の人間社会が人口調整しなきゃいけないほど切羽詰まってるようにはとても言えないんだが、今さら反骨的なこと言っても無駄なだけよ。私たちが殺されてるならきっと他の日本中の学校の生徒たちも私たちと同じように殺されようとしていると思うわ。だからね。おいアリス、しっかりしろ。アリス、まだ死んじゃダメ。ダメ、もう全身に毒が回っちゃったみたい。そんな、アリス、しっかりしてくれ。みんなごめんね。そんなこと言うな。おい、しっかりしてくれよ。あ、まずい、もう死んじゃう。みんな、私、お先に、失礼させても、もらうわ。アリスー。